サーレワークゼウでは、エチオピアの政治家。現役の外交官だった2018年10月、エチオピア連邦議会から、全会一致で大統領に選出された。エチオピア初の女性大統領である。外交官時代は、国際連合のアフリカ連合特別代表や、国連アフリカ連合事務局長などを務めた。アムハラ語と、フランス語、英語を使うことができる。名は、 サヘレワルクやサフレオーク、サハレワルクなどとも書かれる。アディス・アベバに生まれる。アディス・アベバのフランス系インターナショナルスクール、リセ・ゲブレ・マリアムやフランスのモンペリエ大学で学んだ。あと、エチオピア外務省に入省。外交官として中世ネガル大使や中ジブチ大使、中フランス大使を歴任した。また、アフリカ連合や国連アフリカ経済委員会の常駐代表。 外務省アフリカ総局長なども務めた。エチオピアで女性が大使に任命されたのはヨディトエミルに次いでサーレワークが二人目であった。国際連合では反ン分事務総長の下で特別代表や中央アフリカ共和国統合平和構築部隊部長を歴任した後、2011年にナイロビ事務局長に任命された。2018年には新たに 事務総長に就任したアントニオグテーレスから女性として初めて事務次長級のポストであるアフリカ連合特別代表権国連アフリカ連合事務局長に任じられた。2018年10月25日、サーレワークは突如辞任した村トゥッテ署名の公認としてエチオピアの大統領に指名された。1995年のエチオピア連邦民主共和国成立から数えて、 4代目の大統領となる。任期は6年。エチオピアで女性が国家元首となったのは、エチオピア帝国時代の女帝ザウディク以来で、女性が大統領となるのは初めてであった。ありがとうございます。